皆様、ご視聴いただき、誠にありがとうございます。私はついに、目的地の神田まで、あと少しとなりました。いよいよです。左手に見えるのは、上野東京ラインです。また、京浜東北線も見えます。山手線は、ほとんどの方がわかるかと思いますが、東京円上に、ぐるんぐるん回る路線です。ちなみに初期の頃は、上野から品川に行くためにわざわざ、新宿方面から、回っていかなければなりませんでした。理由としては、上野と品川を結ぶ、現在の最短ルートに路線がなかったからです。なので、環状線としての機能は、後の1919年からになります。おや、ちょうどいい時に来ましたね。あれは E531系という、確か東京の中で唯一の、高直流通勤電車かと思います。この電車は、常磐線及び、上野東京ラインで走っています。北は原の町、南は品川までの、全長約 300km の区間で、走っています。そういえば常磐線は、全線で運転再開したので、いつか全線制覇したいですね。ではここで、私がなぜ、鉄道 YouTuber になったかについて話します。私はもともと、吹奏楽部に入っていましたが、挫折してしまい、やりました。何があったかについては話しません。しかし、そんな時にスーツ交通に出会い、話が面白くて、少し元気になりました。また、再び鉄道好きになりました。これが鉄道 YouTuber になるきっかけですね。ちなみに、私が初めて鉄道好きになったきっかけを作ってくれたのは、扉人という方です。あの方は、東北で活動していて、PV が本当にすごいんですよこれが。あの人がいなければ多分、私は今、ここにいませんね。ということがあり、私は鉄道が好きなんですよ。当時は、789系が好きでしたね。ちなみに今も好きです。なので、いつか東北パスで旅をしたいです。